ベロセット、ベロセット、または、ベロセット、バロセットは、イギリスバーミンガム南部ホールグリーンに本拠を置いた、オートバイ製造会社、ベロス、ベロッチが製造していたオートバイのブランド。バーミンガムには、数多いオートバイ製造メーカーがあったが、小さな家族経営のベロセットもその一つで、巨大なビッサ、ノートントライアンフとは比べようもない、わずかな台数を手作業で製造ていた。 しかし、ベロセットの性能は高く評価され、1920年代から1950年代までの様々なレースや1949年と1950年に連覇を成し遂げたロードレース世界選手権 350cc クラスにおいて、いつも写真に映る Always in the Picture と評されるほどの強さを発揮した。ベロスは小規模ながら偉大な技術開発を 次々と成し遂げ、特許を取得した。例えばそれは、今日のオートバイでは、当たり前の機能である、シフトチェンジの位置調整が自動で決まるフットシフトで、あったり、油圧ダンパーを備えた後輪のスイングアームで、あったりした。会社は、ジョン・テイラーとウィリアム・グルーの二人が1905年に、設立した、テイラー・グエ・ LTD が元になっている。 彼らはベロスブランドでオートバイの製造を始めたが、後にジョン・テイラーがベロスを設立し、単独でのオートバイと関連部品の製造に乗り出した。ベロスは当初4ストロークのマシンのみ製造していたが、1913年には2ストロークのベロセットをラインアップに加え、そのうちこのブランドは全車種に用いられるようになった。 1913年から1925年にかけて、ベロスは、性能が良くかつ高価なにストローク 250cc オートバイ製造に集中していた。これらは高く評価され、マンシマ、TT レースを数度制覇するなど、レース競技で競争力発揮した。この短気筒マシンはスロットルで給油ポンプを制御する、装置など他にはない機構を備えていた。同社はこのオートバイを進化させ、 A シリーズとして発売した。これにはコイルイングニッション2段変速の AC2、3段変速の AC3 などがあった。このマシンは H シリーズモデル U を経て1930年には GTP モデルへと引き継がれた。このモデルは1946年まで製造された優れた操作性と十分なパワーを持つエンジンを組み合わせた。 エレガントで信頼性の高い軽量オートバイであった。1920年代初頭、ベロスは、事業拡大のためには何か高性能を打ち出した、モデルが必要だと認識していた。1925年、彼らはそれまでの路線から大胆に軌道を変えた、OHC350cc エンジンを搭載した、後に K シリーズと呼ばれるモデルを発表した。初期のトラブル出しを終えた翌年、 ベロスはこのニューマシンでマンシマ、TT レースやブルックランズレースなどに出場し、信頼性の高さやスムーズな操作性から多くの勝利を得た。このモデルは市販化され、KSS、スーパースポーツ、KTS、ツーリングモデル、KTP、ツインエグゾーストポッツ、KN、ノーマルなどへシリーズ展開された。OHC エンジンのシリーズは1948年の 光合成フレームとと呼ばれる空圧フォークを持つ最終型 KSS シリーズで販売された。この K シリーズは旋回性とスピードに優れ世界中のレースで使われた。1933年ベロスはコストを削減して手軽に入手できるオートバイ製造を志行しオフシステムの導入を決定した。これは K シリーズのカムシャフト構造が製造に熟練を要するのに対し オフ機構はシンプルで組付けが単純であり量産効果も期待できたためである。このシリーズ第1号は MOV と名付けられボアストロークヒージ1のシリンダーヘッドを持つ 250cc オートバイだった。この最高時速 78mph と走行信頼性に優れたマシンは販売的に大成功を収めた。 1934年に発売されたストローク帳を変えて排気量を 350cc に高めた MAC はさらに人気を博しベロスは高い収益を上げた。1935年にはそれまでの2モデルをベースに開発された 500cc モデル MSS が発売された。これは重厚なフレームを持ち運送業向けのサイドカー用途を意識した作りになっていた。 MSS のフレームは改良されて、レース用モデル MKV-KTT に使われ、KSS 向き E と共に1936から1948年のレース界を席し、ベロスに大きな名声と利益をもたらした。第二次世界大戦後、ベロスは個人向け市場の開拓を重視し、モデル LE を開発した。これは、 水冷 192cc 水平対抗に、気筒サイドバルブエンジンと鋼鉄製フレームと、テレスコピックフロントフォートスイングアームを備えたもので、効果ではあるが洗練され、それまでのベロセットブランドの集大成とも言える、ものであった。このモデルは、過去最高の売上台数を記録したが、部品量産にかかる経費が、会社の予想を超過してしまい、利益にはあまりつながらなかった。しかし、 モデル LE はイギリス警察庁が都市ケイラ向けに大々的に採用したことで有名になった。この頃、徒歩でケイラに当たる巡査たちは巡査部長や警部と出会った際には敬礼を求められていた。この伝統はバイクが導入されても引き継がれ、彼らは片手をハンドルから離し、ぐらついてしまうなどの危険を犯さなければならなかった。ベロセット LE はその安定性から 優雅な敬礼を可能にし、その姿からバイクに乗る巡査には、ノディ、1950年代に人気を博した、T 番組のキャラクターという愛称が付き、ベロセット、LE は、ノディのバイクとして知られた。また、ベロセット、LE 特有の静かさを比喩して、犯人の後ろを気づかれずに尾行する、ささやくウィリーという愛称もあった。1949年1950年と、 ロードレース世界選手権 350cc クラスをベロセットは連覇した。この年 200cc の LE ムキーが発売され MAC にはテレスコピックフロントフォークが投入された。さらに1952年から1953年にかけて MAC にはスイングアームリアサスペンションデュアルシートが相次いで採用され、 1954年には MSS が改良され、ニューエンジンが搭載された。1955年にはスクランバラーとアメリカン仕様の MSS が、1956年には3種類のスポーツタイプ、ベノム 500cc、バイパー 350cc、バリアント 20cc 空冷並列に気筒が生産開始された。 1958年から1959年にかけては足元で操作する4段変速にキックスターターを備えたカウリング装備の LEMKEE、e、が販売された。1960年、ベロセットは 250cc 水平対向に、気筒という非常に珍しい形式の2、ストロークエンジンを持つスクーター、バイスロイを発表した。 このスクーターのユニークなところはエンジン形式だけではなくエンジンを前方にガソリンタンクをレッグシールド下部に配置したレイアウトにもある。エンジン自身は極めてコンパクトでフライホイールから伸びたドライブシャフトを経由した動力は後輪部でクラッチと駆動系に伝えられていた。1 2トのセルスターター、低重心の車体、 速度 65mph を誇る 15bitHP のエンジン、操作性の良さなど、バイスロイは一流の性能を誇った。だが、市場の好みはスクーターから離れつつあり、高い性能の割には、バイスロイは売れなかった。1960年代終盤には、ベロスは経営危機に陥っていた。1968年には、バイパーや防具の生産は中止され、 スクランバラーとエンデュランスは1969年に、セラクストンは1970年に同じ運命をたどった。1971年2月、ベロセットはその歴史を閉じた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。